米大リーグのジャイアンツを退団して、フリーエージェントとなり、日本球界復帰を決めていた、筒香嘉智外野手が、古巣、DeNA への復帰を決断したことが14日、球界関係者の話で分かった。DeNA は、複数年契約を提示しており、大筋で合意した模様。今後は、条件面で細部を詰め、正式契約に至る見通し。浜の大砲が5年ぶりに戻ってくる。金額面だったら、他球団の方が良かったかもしれませんが、古巣を選んだあたり、他球団ファンですが決断を称えたいです。オースティンも怪我をしてしまったし、即一軍スタメンとはいかないかもしれないですが、すぐに出てきそうですね。どんな成績を残すか楽しみです。筒香は今春、ジャイアンツのキャンプに、マイナー契約の招待選手で参加したが、マイナーキャンプ降格を経て3月21日に退団。出場機会を求めて日本球界への復帰を決めていた。チームにとってこれ以上ない救世主となる。開幕から2番1塁バッターオースティンが右太もも裏の肉離れで戦線離脱。佐野、牧、宮崎のクリーンアップは強力だが、この日のヤクルト戦では今季2度目の無得点で敗戦するなど、オースティンの代役は現状では不在。NPB 通算205本塁打をマークした筒香の存在は最大の補強ポイントと合致する。この日の試合後、取材に応じた萩原チーム統括本部長は筒香獲得への熱意を込めた。慎重に言葉を選びながら、彼がもし戻ってきた時に大きなピースになるという風に信じて、ここまで待っていたというのもあったので、それぐらい大事に思っている選手ですと熱く語った。交渉状況については、代理人を通じて連絡を取っていますと話し、感触については、わからないですと話すにとどめた。同時に、できる範囲の中で、最大の条件を出しているつもりです。条件を出したから、あとはもう待ってるとか、そういうつもりではないですし、何度か交渉をしていますと、複数回交渉を重ねていることを明言した。かつて主将を務めていた筒香の加入は、球団もファンも待望し、フィールド内外での効果も期待される。筒香は帰国しており、自主トレーニングに励んでいる。契約が整い次第、再びブルーのユニフォームに袖を通す。この情報が投稿されるや、否や、全国のファンからは興奮の声が上がるとともに、SNS 上で以下のように個人的な意見がコメントされている。巨人が決定的とか、いろんな憶測が飛び交ってますが、やはり古巣の DeNA さんに戻るのが本人にとってもいいのではないでしょうか。巨人にしろ DeNA にしろ、若手が出てきているので、即活躍できるかわからないが、筒香選手のポテンシャルなら、中日の中田選手のような立ち位置になってくれますよ絶対。筒香の復帰は戦力以上の価値がある。怪我やブランクは承知の上でそのリスクを冒してでも取る判断をしたのがベイスターズだし、それも分かって応援するのが我々ファンだと思う。まだわからないけど年俸に見合った活躍をしてくれたら御の字。でも無理せず旧キャプテンとしていろいろな面で昔の同僚、その後入った牧や渡来を支えてあげてほしい。お帰りなさい。巨人ファンですがこれでよかったかと。実際、なかなか点が取れないっていう課題はあったから、筒香が看板通りの活躍してくれればありがたかったとは思うよ。でもね、いろいろとね、複雑ではあるもの。これでファームで好調な率岡が支配下復帰できるかもしれないし、そうなればまた構想を守る兼ね備えた選手が増えることになる。なので落胆よりもちょっと安心の方が大きいように思うよ。25番をずっと開けてくれていたチームに、筒香選手は嬉しかったと思う。皆さんの言う通り、以前と比べてパフォーマンスはどうなのというのはあるかもしれないが、若手が活躍するためにも、筒香選手のような方は、今のベイスターズには、絶対に必要だと思います。このニュースが、本当になりますように、筒香選手、お帰りなさい。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。